ペンタゴン異動、日韓ともにスケジュール不参加を発表、熱愛の余波写真。イコールマイデイリー DBPENTAGON の異動が、ファンクラブ創立式に欠席する。ペンタゴンの所属事務所キューブエンターテインメントは7日、公式 SNS に、11日に開催される予定の、UN、IBIRTHDAY、ペンタゴンズプライベートクラスに一部のメンバーが不参加となった。異動は内部事情によって、イエンアンはスケジュールの都合によってやむを得ず創立式に参加することができない、と立場を伝えた。続いて、待ってくださった多くのファンの方々に心配をおかけして申し訳なく、ファンの皆様にご了承いただきたい、と謝罪した。ペンタゴンは11日、清掃、セジョン、大学校テヤンホールでペンタ、ゴンの公式ファンクラブ、ユニバースの第1期創立式を開催する。デビュー3年目にして初のファンクラブ創立式を開催する意味深いイベントだ。さらに、公式サイトを通じて、異動は今回内部事情により、8月18日に予定しているファンミーティングをは、じめ、日本で行われるスケジュールはすべて不参加となった、と日本スケジュールへの不参加も発表された。先立って2日、キム・ヒヨナとイドンの熱愛説が浮上し、キューブエンターテインメント側は、事実無根、だとし、すぐに否定した。しかし、キム・ヒヨナは3日、自身のインスタグラムを通じてイドンとの熱愛を認めた。その後、トリプル H、キム・ヒヨナ、ペンタゴン・イドン&フイは予定されていた音楽番組、サイン会などのスケジュールを相次いでキャンセルし、事実上、今回のカムバック活動が終了となった。ペンタゴン、日本人メンバーも、3人続けての熱愛報道にキューブがコメント、熱愛。発覚の影響、トリプル H、相次ぐ出演キャンセルから突然のカムバック活動終了へ。